はい、今日は、アーモンドのキャラメリゼをやりたいと思います。材料は砂糖、バター、アーモンドです。で、最後、キャラメリゼ終わった後、開ける鉄板、鉄板には、サラダ油を薄く塗っておいてください。じゃあ、作業に移っていきます。はい、鉄板に、サラダ油を先に薄く塗っておきます。キッチンペーパーにこうやってちょっと吸わして、こんな風に、よいしょ、薄く塗っとけばいいと思います。これがもしテフロン加工だったら、別に塗らなくてもいいと思います。はい、次フライパンですね。よいしょ。これに、はい、熱していきます。強火で大丈夫です。はい、グラニュー糖、あとお水ですね。水、よいしょ、はい、アーモンドっていうね、ローストしたやつが売ってたんで、ちょっとやろうと思います。ローストは基本的に薄めの方がいいと思います。で、この時にもう横に鉄板と用意してください。あと手袋あれば、手袋も。だんだん砂糖がしゃってきて全体にコーティングされます。衣がついてきてます。
ちょっとパチパチいってるんで、でこっからどんどん飴色になっていきます。できれば短時間の方がいいと思います。あんまり長くやってるとどん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 アーモンドに火が入っていってしまうので、なくなってきました。よいしがほぼ完全に溶けたところで火を切ってバター入れます。こんな感じですね。で、ここにダーって開けちゃいます。ちょっと砂糖多かったかな。で、モーベラでできるだけ広げます。手袋をしてもらって、まだ暑いですね。一粒一粒になるように、すぐ冷めるところですね、移していきます。見えてるかな。
しょ。多かったですね。ちょっと少なくていいかもしれない。こっちにやったやつもまたちょっとくっつくらすんで。あのバラバラにしてください。でこっちもだんだん冷えてきたらこんな風に、上から落とせば。ちゃっちゃ。ちょっと無言になっちゃいましたけど、映ってたんかな。こんな感じですね。ツヤツヤのアーモンドのキャラメルができます。中もこんな感じですね。いい感じに火が入ってると思います。あとこれにチョコレートまぶして、あのアーモンドキャラメルチョコをまたケーキを作っていこうと思います。はい、アーモンドのキャラメリゼでした。